みなさんこんにちは、俺たちのチャンネルの内緒です。ウィン、しめじまんです。どうも、ウィンです。はい、ということでちょっとまだ恥ずかしさあるよ。前にアで始まる食材だけで料理対決やったんだけど、うん、まあ、その第2弾で、はい、カで始まる食材だけで料理対決、うん、はい、第2弾カね、いきましょう。カってね、ありそうで意外と思い浮かばないんだよな。カつけたもの、カリンと審判はウィちゃんで、うん、いろんな角度からその味だけじゃなくて見た目とか料理作れるかどうか、簡単に作れるかとか時間とか、もういろんな総合点含めて最終的にじゃあ100点満点で出してもらう感じで。なるほどね。ということで、まず俺の食材から。まず一つ目、カレー。売ってるんか今だ。カレーのルー、カブ、唐揚げ、カップ焼きそば。その発想なかった。はい、じゃあ俺のまず一つ目、ブーン、カレー粉。かぶってんの？かぶってる。カツオ、カツオ節、ガマンベールチーズ、肩ロース。おお、あー、だちょっと待って、関係ないのにウニ買ってる。いや、これは私物です、僕は。ウがつく俺の好きな食べ物、ウニです。関係なくウニ買ってんじゃん。まあ俺の方簡単だから、うん、俺の方から料理するか。 OK、 レッツクッキング。じゃあ、はい、まず俺のターンから、うん、カでつく食べ物で、うん、やっぱ焼きそばとか使えなかったから、うん、カップ焼きそばの焼きそば部分だけを使います。あ、火薬もかな。うわ、茹でます。気をつけて。焼きそばはこれ3分待ちます。ちょうどこれも3分なんで、うん、はい、これも温めます。レトルトカレーに、うん、3分経ったんで焼きそばを作っちゃいます。うん、目を出します。お、どうした。はい、そしてこっちカレーですね。あつ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 かけます。はい、うまそう。うまそう。美味しそう。うまそう。カールです。チーズ味のカールにしました。これをまず細かく削ります。はい、こんな感じでおしゃれに上に乗せる感じで、ちょっとチーズ味というか。カレーといえば何ですか。らっきょう。漬物ですね。ただ福神漬けは麩、らっきょうはらなんで、かぶりしました今回。切ります。で、最後唐揚げ、うん、これどうすると思いますか。これも乗っけるだけじゃないの。どうせその通りでございます。一工夫ないのかい、ジャンキーだな。ということで、はい、完成しました。カレー焼きそば with K です。いただきます。はい、でもいい匂いですよ。カレーのいい匂いですよ。大体想像できない。カレーの匂いです。いただきます。はい、うん、絶対うまいですよ。ほぼカレー焼きそばだもんね。カレー焼きそばだ。絶対うまいですよ、これ。唐揚げも。いや、うまいよ、これ。唐揚げはわかんないよ。唐揚げ、いただきます。市販のやつ乗っけただけだもんな。あ、これは、おいしい。唐揚げ。いただきんか。さあ、どうだ、自分で作った料理は。カップヌードルのカレー焼き。そのまま。じゃあ、俺ちょっとカブ多めにいくわ。日清のカップヌードルのカレー味。まんま。ね、麺も一緒だよね。一緒。うまいですね、これ。深夜に食べたくなる味ね。うん、じゃあ一応、うん、まあその美味しさとか時間とか、あとその裏切りとか、すべて含めて100点満点中。そうですね。100点満点中、70点です。ああ、70点。じゃあ次ナイト。行くか。ナイトキッチンへようこそ。私の料理作っていきたいと思います。お湯にこれカツオをつけて解凍してます。今回ね、メインとなるのはこれカマンベールチーズ、これを丸々と作ります。はい、出てきましたカツオ。あれ、バッサバサやん。こんなに身ほぐれる。こちら真ん中切り抜きます。そして中に詰めます。はい、これ綺麗に詰まりましたね。カツオがこれありますね。ロース、これで蓋をしていきます。さあ、これで油を引いてちょっとね、揚げる感じでやっていきます。揚げる？揚げる？あ、あとカレー粉だ。これで下味つけます。いいね、これ食欲そそるよ。じゃあちょっとオリーブオイルかけていきます。なんでだよ。ちょっとたっぷりめでいきますよ。揚げるようにやっていきますからね。うん、そう、ちょっと、やっちゃった。ちょっと、ちょっと、なんだ、タンビタンビタンビ、なんで跳ねんだよこんなに。なんだ、タンビタンビタンビ、どう、サプライズ。遠目から撮ろう。肉の塊入れます。セイタ跳ねんなよ、もう。まあ大丈夫そう。いい匂いしてきてるね。で、こっち裏面なんで、こっちにも味をつけていきます。よし、オッケー、止めます。最後これです。かつお節できました。ナイトのエアーズロック肉です。全然か関係ない。最後
さあ、ということで、はい、これ食べる前に、はい、割ってとろっと中から飛び出すところがいいところです。うわなんかお好み焼きみたいになってる。はい、どうでしょうか、綺麗な断面図が。とろっとね、チーズが溶けていい感じだと思います。うわいただきます。はい、お、いいね、いいね、お、いいね、3分でいった。うん意外な反応。あの、カツオがいないね。カツオが存在しない。肉と、うん、チーズだけしかない。カレーもいないです、うん、マジで全員どこに消えた。じゃあここいただきます。なんて言うんだろうねこれ。そう、お好み焼きの味に近いかもしれない。あー、カツオ節が多分、うん、いただきんか、うん、あんな奇抜な料理なのに味に対して黙り込むって。チーズが、うん、まあ、でかすぎたっていうのと、うん、あと肉がほぼ味しないね。下味がついてない。まあ結果わかんないからね、うん、味だけじゃなくて、その奇抜さとか見たことなさとか新鮮さとかサプライズとか。じゃあ内藤の料理は何点ですか？13点です。そんな低い？いやちょっと、うん、手間と保険性と味もう一回食べたい。作りに行くよ。大丈夫です。